Hey guys, thanks for checking out Chris's room. みんな Shopify、Shopify って聞いたことあるかな？聞いたことある人？はい。実はですね、Shopify Japan から声をいただいてですね、ちょっと仲良くなって、僕もね、ぜひね、やっぱみんなその副業をやりたいとか、なんかネットで商品を販売したいっていう時はね、ぜひ一回 Shopify をちょっと検討してもらいたいので、一体何なのかというと、 Shopify っていうのは本当に誰でも今すぐ簡単にできる EC サイトなんだよね。で SEO 的にも上がってきて、どういう話かというと、 Google も Shopify 使ってるんだよ。イーロン・マスクも Shopify 使ってるんだよ。Facebook も Shopify 使ってる？ Facebook は使ってないけど、 Google が Shopify 使ってるっていう話だから、ごめんね、すっげえ話が長くなっちゃってるんですけど、175国世界で使われている、多分世界ナンバーワンの EC サイトなんだよね。で、実はこの会社上場してて、このね、勢いが Facebook とか Google よりもっと凄まじい勢いで伸びてるっていうね、海外のね、EC サイトの化け物みたいなね、すごい会社があるんですよ。なぜクリスが Shopify を一押ししてるかっていうと、 Shopify はね、カネディアンなんですよ。僕もカネディアンなんですよ。カネディアン、ぜひね、これからオンラインでビジネスやりたいなって言ったら、マジ Shopify を検討した方がいいよ。でね、ちょっと今日はね、そういう感じで Shopify のユーザーの、高見めぐみさん、めぐみさんどうも、今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。彼女のね、サイトかっこいいぜ、チャオリンクっていう、ちょっと下にリンク載せるので、ぜひ見てください。チャオリンクは、私が7年間香港に住んでいた経験の中で、転勤族、その外国人がたくさんこう香港に住んでらっしゃって、そういう方たちが自国に帰ったりとか、スライドで別の国に帰ったりする時の送別品を自分でデザインして作って、オンラインで販売しています。ちょっとどういうことかっていうと、これ絵っていうの？これはこうベースを描いてくださるこう作家さんが知り合いにいて、その方が描いた絵をもとに、私がこうリデザインをして、こう職人さんにこうプレスをしてもらって絵を表現してるんですね。で、それをフレーミングしてパッケージした、商品をオンラインで販売してます。わかりやすかった。ありがとう。 OK、 Thank you。 ちょっとね、これは、はい、こっちに置いておいて、その彼女がビジネスをスタートしたきっかけが意外と面白いんだよね。で、多分その日本で働いているウォーキングマザーっていうのかな、その女性で子育てを したい、子育てをしながら働くっていう時にすごいいいストーリーがあるので、ちょっとそこもね、ちょっと紹介したかったんですよ、はい。その香港で日本支社で働いてって言われた時に、結構低い金額でオファーが来たっていうか、初めはね、普通のこうレベルでオファー来たんですけど、プロベーション終わった後に低い値段でこうオファーが来てしまったんですね。で、それがなんかこう会社の経営の理由みたいな感じでこう言われたんですけれども、やっぱり私はこう香港で働きたかったし、子供を産んだ後にもう一回こう社会復帰をしたかったので、どうしてもこう働きたかったんですね。で、そういったそういうこうワーキングマザーのモチベーションをこうに対してこう足元を救うような、こうあなた働きたいよね、絶対スタートしたいから、これ下げてもやるよねっていう こうことをこうしてくる、一部そういう会社があるんですね。特に日本の会社だと、そういう話はあるの？聞きますね。でもそれは分からないですよ。もう本当に私はそういう経験をしたっていうだけなので、それしか言えないので、そういうオファーが来たので、主人と相談をしながら、彼が私にそういうダメな事例を絶対作っちゃいけない、これから働くワーキングマザーに対しての一つの事例として、それをイエスって言っちゃダメなんだよって、そういうふうにアドバイスをしてくれたんですね。香港に住んでいたので保育園がないんですね。で、ヘルパーさんが6ヶ月ぐらいの
あの赤ちゃんの面倒をフルタイムで見なきゃいけないんですね。でそういった時のこうそこまで全てを犠牲にしてその賃金でやるかってい う, こう選択肢を迫られた時に、私はちょっとその犠牲を払えなかったんですよ。それで、試用期間っていうんですけど、試用期間で、辞めたんですね。でその時にあの自分で何かできないかなっていうのをすごくこう模索して、それでもともと私はその美術館であのグッズのデザインをしてたんで、そのプロダクトを作るっていう経験があったので、で香港にいてプロダクトを作るってすごく面白いことなんじゃないかなって。もちろん中国 の, あの工場って安いですよね。でそういうところでこうコネクションを作って、自分で何か作るってすごくできなくないんじゃないかと思って、まあ、いろいろ模索して、そう今 の, あのピクチャーのアイデアが浮かんだんですね。じゃあその仕事を断って独立しようって、はい、でそれを、ま、最初は何、友達とかに販売したの？ いや、いきなりネットショップとかやらなかったよね。あ、ネットショップも立ち上げました、いきなり。うん、すごい、うん、やったんです。でその時もショッピファイ使ってたの？その時が、友人にのデザイナーさんにお願いをして、うん、香港にいらっしゃる方なんですけど、お願いしてやったんですけど、やっぱり今って物を売るのってあのやっぱりホームページってすっごく大事なんですよ。うん、ホームページのクオリティで商品のクオリティが決まるぐらいすごく大事なんで、うん、ブランディング的にはきちんとしたプロフェッショナルなかっこいいホームページを作りたかったんですよね。うん、でそれを私を求めるものを作ろうとするとものすごいコストがかかったんです、うん、もう何十万何十万、うんうんうん、そうだから、そうショッピファイのいいところは月、まあ、3000円とかでできるんだよね。そうなんですね、うん、それが結構ものすごいかっこいいんですよ、うん、かっこいいよね、うん、ね、そうそれでエフェクトを全部入れていったら、うん、それプラス全部こうかかっていく費用が、うん、こうミニマム、うん、29ドルでしたね、29ドルでできるんで、そうそうそう、すごいね。じゃあ最初は自分のサイト作って、うん、いやでもすごいねこのさギャップが、このさあこれあ送別会でなんかお土産できそうって思って、で多分僕だったらなんかサンプル1個か2個作ってこれ買わないとか言うけど、もうそれを乗り越えちゃってやりましたね。すごいね。でももう勢いが、でもすごいその間に、ね、まあ、中国の会社にまあいろいろうまくいかなくて騙されちゃったりとか、う、まあ、そういうこともありましたし、あの求めてるクオリティに行き着かなかったりして、うん、もういろんな業者を変えたりとか、あのすごい試行錯誤すごくありましたけど、うん、やっぱりいいもの作れば売れるっていう自信があったんです。あったんだ、うん、でいいものが出来上がったと、はい、で自分で作ったウェブサイトに載せたら売れた、うんうん、ナイス、すごい。やっぱ実際にその好きなことを、うん、今ビジネスでやっているわけじゃないですか、うん、はい、でその前、うん、本当に大きい道が分かれるところがあったような感じがするんですよね、はい、このままね、この日本の企業の会社を引き受けて、うん、で値段も変えて交渉してきたんでしょ、うん、安って、うん、そのまま行ってた自分と、うん、そのままじゃない自分がいるわけじゃないですか、うんうん、はい、ね、そこの違いをもたらす違いっていうか、うん、You know, the change that makes a difference. What was it that made the difference? どういうメンタリティーが、うん、その大きい人生をなんか左右するっていうかね、うん、本当に、うんうん、ね、本当にそこの判断だけで、うんうんうん、すごい、あの自分の人生だから、うん、自分が自信持ってこれ本当に自分の時間とか、うん、あのまあ、あの体力とかその精神面をすり減らしてもこれをやるべきだっていう思えば、うん、やったんだと思うんです。うん、でそれ天秤にかけた時に6ヶ月の子供をフィリピン人のヘルパーさんに任せて、
フルで働いて異国でやって、全て家事もその彼女にお願いしてやらないと、もうフルでしたから帰ってくるのがもう8時とかでしたから、なんかそれで天秤かけた時に、これ本当に私全てをかけてね、やってあプラスになったって思えるのかなって思った時に、なんかこう違かったんですよね、そこまで犠牲にできなかったっていうところですね、それよくわかる、すっごいよくわかる、そのハートを信じたっていうか、その舐められないっていうか、ね、だからこれからビジネスを多分やっていく、まあ、特に女性、はい、女性起業家として、はい、なんか一つアドバイスがあったら、なんか私がスタートしたのは香港なので、その日本でこうお子さんをお持ちでまた社会復帰したいと思ってらっしゃる人とちょっと条件が違うと思うんですけれども、やっぱり子育ても家事も家庭のこともね、すごくこう大事なんですけど、やっぱり子育てが終わって一段落した時にこう自分に何が残ってるのかっていうのって大事だと思うんですよね。でそれですごくこうハッピーでいられればいいんですけれども、あ何かこう失っちゃったなとか、あの時にああしてればっていうのって私一番しないようにって思っていて、こうやって後悔する方がいいと思ってるんですね。なんでこうやらないでいろいろ考えちゃって、あ犠牲の方が多いしなんか困ったなとか、でも自分の人生後から見た時にもしかしたらなんか何も残ってないんじゃないかなとか、もっとやりがいもちょっとあの時にああしてれば見つけられたのかなって後から思うよりは、動いちゃった方がいいと思うんですね。スタートしちゃった方がいいと思う。何でもいいんですけど、なんかそれは多分男女共有のアドバイスみたいなとかと思います。素晴らしい。イエーイ。ナイス。That's a good one. Yay. Yes. That's a good one. All right. いや、本当に素晴らしい話。キュンって胸に来ました。僕も行動を取らないとって思った。よかったです。なんかやろう。すごいね。いや、でも本当にありがとうございました。ありがとうございました。で、ですね、また別のビデオでちょっとなぜ Shopify を選んだのか、実際に、ね、英語で使ってて、今日本語で使っててどうなるのとか、まあ、そういうね、ちょっと Q&A みたいな動画も撮りますので、もし時間が Shopify に興味ありましたら、ぜひそれを見てください。で、あとですね、もし Shopify をチェックアウト見てみたいなっていう方は、ぜひね、下についてるリンクを使っていただければ幸いです。ですね、Shopify から声をいただいて、一応パートナーとしてですね、Shopify を進めることができますので、これはズバリですね、アフィリエイトリンクっていうものなので、あらかじめそれは本当に嘘つかないで正直に言いたいんだけど、それも結構ね、幸せなんです。クリスの部屋って広告ついてないんだよ一回も広告かけてないからこれだけやらせてくれっていやごめんね、いや本当にありがとう。 Thank you so much. 楽しかったよ。ありがとうございました。ありがとう。 All right. I love you guys. I'll talk to you soon.